キチャンネル。こんにちは。さあ今日はですね、はい、じゃあ羽川さんに質問です、はい、何ピッチャーは意図して投げた投球の中で、はい、低めがいいのか、うん、高めがいいのか、はい、どっちですか。これやっぱ低めなんじゃないんですか。そうですね、はい、でも最近はメジャーでフライボール革命とかって言って、はい、もう高めに投げてみたいなとかもあるじゃないですか、はい、うん、はい、だから最近もう低めに投げるのが絶対じゃないみたいなね、はい、高めでもいいんやとかっていう意見ありますけど、うん、はい、ピッチャーは果たしてどっちがいいのかっていう、でもよく解説とか聞いてても、うん、ちょっと球高いですねとか、もっと低めに集めないととか、うんうん、やっぱ解説者の方言ってるじゃないですか、うん、だからやっぱり低い。でもそれがもう古い考えなのかどうなのかっていう、今また変わってきてるんですか。でもそのメジャーでフライ、ね、はい、すくい上げてみたいな感じになるから、はい、高めに投げて、はい、すくい上げられるようにしようみたいなね。でもパワーあったらカーンっていかれちゃうかもしれないですよ、うんうん、でも低めでもパワーっていくから。まあ確かにそうですね、柳田選手なんてすごいところここですくい上げてホームランにしますもんね、うん、だそこどうなのかっていう。やっぱ羽川さんもプロ野球ニュース、はい、MC やって、はい、もっともっと野球勉強していかなきゃいけないんで、はい、まあ、勉強するって言っても俺の考えに偏ってきたら危ないけどねだいぶ偏ってきて危ないんですよ本当に。だからたまにやっぱ佐藤さんと違う意見言う方もいらっしゃるじゃないですか。もちろんもちろんもちろん。だその時にあれでも佐藤さんこう言ったのになってなっちゃう自分がちょっといるので本当に危ないんですよ偏ってきて。私もこう広い考えをね、こう持っとかないとなってのはいつも思ってるんですが、けど、うん、ね、はい、もう毎回来て、はい、俺にガンガン言われて、はい、あれそう、あ、そうだな、そうかもしれないな、ちょっと。そうなんです。で、プロ野球ニュース行ったら、いや、でもいろんな考えがあるから、いろんな発言あるけど、え、どっちなんやろみたいな迷うっていうね。そうなんですよ。あれ、そう、こいつなのかなみたいな、なっちゃうのが。怖いね。私もこう柔軟にね、そうそうそう、はい、だからその中で、はい、まあ、これ俺の考えね、うん、メジャーのフライボール革命、はい、まあ、あの時のアストロスが、うん、まあ、中心的になってそれが多分こう広がってきたんだけど、はい、最近そんな言うほど聞かないけど、はい、俺の個人的見解ね、うん、サイニュース見せたからフライボール革命できたんでしょっていう。そうなんですか。そう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 、そのベンチがどんどん叩いたりとか、はい、うんうん、そのサイン盗みしてるみたいな感じで、はい、だってサイン盗みしてるから何投げてくるか分かんじゃん、はい、そしたらそれは打ち上げられるよ。あ、そうですね、来る球分かってんだから、はい、だからフライボール革命できたんじゃないのっていう。あ、そもそも何来るか分かってるから、はい、俺だって何来るか分かってたらフライホームラン狙うって打てるよっていう、うんうん、だそもそもフライボール革命じゃなくて、はい、サイン盗み革命だったんちゃうかっていう俺は個人的に思ってるんだけど、はい、まあ、その中でもやっぱりホームランね打たれるわけにいかない、はい、高めのボールもっていうところあるんだけど、うんうん、これがね罠があるのよ、はい、高めっていうのは、うん、低めっていうのはここが地面だとしたら、はい、低めここら辺じゃんね、はい、ここからそのホームランの角度に上げるのって大変なのよ。そうですね、すくい上げるような感じ、うん、やっぱこの距離感いるからね、はい、でもここだとそのまま飛んでいくから、うん、高さ角度出しやすいのよ。そうですよね、うん、バットの当て方もね、そうそうそう、ポーンっていける。だからどっちが遠くに飛ばせるかっていうと、はい、圧倒的に高めなのよ、はい、高めの方が圧倒的に遠くに飛ばしやすい、うん、でも高めに強い球っていうのが言われてるじゃん、はい、これも正解なのよ、うん、だから高めに行ってもいい球威と球速が必要なのよ、はい、誰でもかんでも高めに行ってたら、うん、もうそれ棒球そうですね、誰でも打てちゃうような。そうそうそう、だから高めも悪くないんだけど、うん、はい、圧倒的に低めの方が大怪我しにくい、うん、はい、やっぱりね、うんうん、角度もつけにくいし、はい、ホームランも打てないとは言わないけど高めよりも打てる確率が下がる、はい、だから最近ね、あのソフトバンクで、うん、あの野村新人ね、はい、体小さいけど、はい、ホームラン打つけど大体高めだからね、はい、打ってるの角度つくからね。だからそこを見逃してないってことですか。そうそうそう、うん、そこをしっかり打てるっていう素晴らしさもあるけども、はい、やっぱそこには危険性が、うん、どっちが危険性を伴うかっていうと、うん、圧倒的に高めの方が危険性を伴うんだよ、はい、でもそこに強い球をしっかり投げれてたら、うん、藤川球児とかね、はい、みたいに投げれてたら逆に言うと若干ホップしてこないんだけどね、うん、ホップしてこないんだけどホップ気味に来ることになって、うん、ボールの下をバットが通ることによって三振取れるっていう、うん、もしくはファール取って、はい、でカウントを稼いでその残像を高めにして低めを振らすとか高低を使えるって言って、うん、高めが有効的なのは限られた人です、はい、お
だからそう球にキレがあって、うん、力があっ て、でしかもその日にもよるね、はい、そのピッチャーがその日だから最近高め使うと上沢とかね、はい、あとサイスニードとか、うん、結構高め使っていくんだけど、はい、結局この2人もその日まっすぐの力なかったら、はい、コンコン打たれるからね、あ結局はだからそこが、うん、まあそのモロハの剣だから、はい、有効に使えれる場合もあれば、うん、一気にして長打を食らうというパターンもあるから、はい、そこはね何でもかんでもいくんじゃなくて見極めなきゃいけない、うん、やっぱり危険性がないのは低め、はい、でも高めもしっかり使っていくことによって昔はねとにかく低め低めみたいな感じだったけど、うんはい、全てが低めじゃなくて高めも有効的に使わなきゃいけないしカットボールスライダーも、うん、そう膝元に投げるんじゃなくてこの胸元に投げるっていうところの工程をしっかり使いながら打っていくと、うん、バッターも打ちづらいじゃんね、はい、だそういったところでその工程をうまく使うっていうのも大事だから、うん、高めも非常に大事なんだけど、うん、危険性が高いのはもう圧倒的高め。そうですよね。その方がやっぱり打たれてる感じは覚えてますよ、うん、でこの前もあの高めにね構えてて、はい、それそのままあの外がね、はい、サヨナラホームラン打ったりとか、ね、だからモロハの剣なんだよ、うん、だから結局はやっぱ練習は低めもしなきゃいけないし、うん、あと狙って高めいくか、はい、抜けていくかにも違うのよ。狙ってたかめいくのは強い球投げるけど、はい、抜けていってるだけはただ抜けていってるだけだから、はい、そこって打たれやすかったりするわけよ、うん、この前の堂林のホームランも上茶谷が抑えきかない若干抜けて高めいってそれ見逃さずバックスクリーンホームランあるけども、はい、あれも狙っていってたらファールかも分かんないけど、うん、狙っていかないっていうことは弱いのよ。でもその狙って力強い力でこう投げてるじゃないですか、うん、でも浮いた球ってねやっぱ浮くと威力っていうのはふわふわって結構打ち上がる。要はしっかり狙って投げるってことは最後までカッてかかってることじゃん、はい、抜けるってことはかかってなくてこうなるからそっか最後までかかってないんだよ。そっかだからその分スピン量も落ちるし、うん、力もなくなるのよ、うんはい、そこ狙うはかかるからかかるのとかからないのは大きいよ、はい、違いはそうなんです、ね、バッターからしたら体感としては、うん、あと、まあ、高めに行っても力のあるピッチャーだったら、まあ、キレとかがあって、うんまあ、打たれないじゃないですか、うん、でもその人のその日のコンディションによっても打てたじゃないですか、うん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 、同じ人なのにその日のコンディションでそんなにも球の威力って変わるものなのか。全然変わるっすよ。えそんな日によって違うもんなの。あとはバッターも違うからね。あその日によってそれが打てない時もあれば打てる時もあるから、はいそのバッターとのパワーバランスも違うから、はい、ピッチャーがしょぼしょぼになってもバッターがそれ以上にしょぼしょぼになったわけじゃないし、はい、ピッチャーがすごかったもバッターがそれ以上にすごかったと打たれるから、はい、ここでのパワーバランスも大事だけど、うん、一番大事なのは狙って投げて抑えたか打たれたかだから、はい、やっぱそこで狙って投げて打たれたら、まあ、じゃあ今度こうしようかなっていう改善点もなるし、うん、狙ってないのにそこに行っちゃって打たれたらちょ反省点がね、うん、なかなか見出せないからね、はい、しっかり投げようしか、うん、そのキャッチャーとしてもリードのアップデートがされにくいという、はい、そういったところは狙って投げて打たれたか打たれなかったかが大事で、うん高めはやっぱり有効だけども、うん、モラハの剣だから一歩間違ったら長打があるから、はい、基本的には低め投げてて高めに弱点がある人はピンポイントで使いながらっていうのがね、はい、まあ大怪我しにくいね。そうですね、うん、いろいろとその戦略の中で高めを使ったりとかもありますが基本的にはやっぱり低め、うんうん、あとはやっぱ狙って投げなきゃっていうねたまたま行ったのを、うんうんうん、で結果抑えたでよしってしてたら大怪我食らうから、はいはい、高めは打ち取るにはそう狙って投げていくっていうのがアマチュア野球の人もそうだし、うん、練習も必要。そして質が良くないと、まあ、打たれやすい。そう一歩間違ったらパーンって消えていきますよっていう。そうですね、うん、パリーンみたいな確かに高めの球の方が見ててこうパーンって飛んでいく感じありますね。そうそうそう、ね、だからそういった意味ではやっぱり基本は低めね、はい、で高めも練習して狙って高め、うん、これ重要、うん、狙わないで低めいくのと、うん、狙わないで高めいったら、はい、怪我は狙わないで高めいった方が絶対高いからね。そうですね、うん、狙わないで低めは、うん、そんな大怪我ないからね。でもやっぱ低め投げるのって難しいんですか。ピッチャー経験者じゃないからですけど。でも傾斜ついてるから低めの方が簡単だと思うけどね。どうなんですか。でもやっぱ低めに今日はよく低めに集まってますねとか言うじゃないですか、うん、でもそうしないとやっぱ打たれる確率上がるからね。で今なんかこうコントロールがいいピッチャーってそう思ったところに行ったんですけど、うんうん、低めに投げるの自体はやっぱ高めに投げるよりは難しいんですね。あとコースも低めもって難しいよ。だから甘くてもいいから低めとかね。あそうかそうか、うん、っていうのをこう分けていくとまだ投げやすいかもわかんないね、うん、そうですね、うん、コース低めコース高め難しいじゃん。それはもうコントロールですね、うん、だから高くても低くてもいいからコースとかね、うん、甘くてもいいから低めとか、はい、っていうようなとこからやり出すとコントロールつきやすくなるから、はい、四隅ってなると難しいからね。そうですね、そこら辺がちょっとずつやっていったらできるようになると思う。だそういうところを見ながらねプロ野球のピッチングとかね結果見ていくとね、はい、お今狙った高めやなとかね、うん、あ今行ってしまったからかなっていうのを見とくと、はい、さらに2になるね。私もうわ今のいい球だなとか、うん、なんかもっと言えるようになりたいですもん。それはもう慣れるよ。あのみんなの話聞いてて見てたらいやでもやっぱ
やったことないじゃないですか、プレ、うんうんうん、野球を、うんうん、なのでなかなかその判断というか、まあ、みんななんかすごいなって思いながら、それ見て、あ、こういうのがいいんだって思うのをアップデートしていけば、うん、だいたいニュアンス的に分かってきて、はい、自分の中で、あ、今いいのいいかもと思って、いいと思えば当たってんだとか、はい、今悪いの当たってんだとか、ね、外れたとか、あ、やっていけば分かるようになる。責任を持って答え合わせをするみたいな。そう、後で思うんじゃなくてね、うん、はい、自分なりに言うと恥ずかしいから言わないで思っておけばいいじゃん。そうですね今のうちはちょっと言わないでください。そう答え合わせして、はい、それからどんどん言っていけばいいじゃん。お、分かってきたねって言われる。そうですね、もっと味方こう深く見れるようになりたいですね。ねえ、はい、まあね、ぜひ、はい、強いプロ野球ニュース佐々木もたまに出ますから、はい、チェックしてください。はい、見てください。